110年ぶりの新入幕優勝を果たした孫富士と日本語ラップの元祖とも言われる「オラ東京西ダには意外な共通点がある。作詞・作曲を務めた吉幾三と孫富士は共に青森・五所川原市金木町生まれ。さらに「人間失格・社用」など数多くの名作を残した文豪の太宰治に加え、 相撲界では尼34館で日大理事長を務めた子田中英寿氏も同郷だ。人口7000人足らずの自然豊かな土地から数多くの奇載が生まれた。道庁は津軽平野のほぼ中心に位置し広大な山林と水田地帯が広がる。太宰の聖火である斜陽館の周りは観光名所とされて行き交う人を見るが少し離れれば人通りもまばら。 都会へ憧れを抱く主人公の哀れみを歌った基地の名曲は故郷を重ね合わせたわけではないと言われるが、どことなく日本の田舎の原風景が感じられる道長の雰囲気が感じ取れる。地元で飲食店を経営する女性は、観光客の方から、本当にテレビもバスもないの。と言われることもあります、と苦笑いを浮かべた。オら東京西部だ、と一念発起した孫富士は、 歌詞に登場する主人公のように羽ばたいた。学生時代に膝の大けがを抱えて前相撲からスタートとなった。14日目には右足首を負傷したが、痛みに耐えてプロに入って早々に結果を出した。太宰、吉良に続いて、金木町の名をとどろかせた。